皆さんこんにちは。今日は妙見山にやってきました。能勢電鉄で妙見口駅まで来て、てかね、能勢電鉄乗り放題の切符が、年末年始、てかお正月に発売されるので、ニューイヤーチケットっていうんですけど、それで能勢電鉄の駅巡りをして、で妙見口からケーブルカー乗ってですね、でなんとなくやってきたって感じですね。日蓮宗能勢妙見山、お寺ですね。妙見大菩薩霊場、まあちょっと宗教的なことはよくわかりません。なんとなく神秘的な感じがするってだけでさ、別にそのどういう教義っていうのかな、ちょっとわかんないですね。赤い旗が、開運北進妙見大菩薩霊場能勢妙見山。赤い旗ってやっぱり威勢がいいですよね。今日2021年1月2日、あんまお寺の歩行動画ってあんまり今までないんですけど、金華新年、おめでとうございます皆さん。でもね、正月早々病気にかかっちゃった人とか、怪我した人とか、そういう不幸な人もいますので、おめでとうとは何事だってね、なんか地震とかさ、自然災害とかあった時になんかいいことがあって、赤ちゃん生まれましたとかね、おめでとうとか言ってさ騒ぐと不謹慎だとか言う人いるでしょ。でもお正月もさ、多くの人にとってはおめでたいかもしれないけど、中には傷ついてる人もいるので、明けましておめでとうは不謹慎ですね。おう、ろうそくの、命のろうそくかな。僕のろうそく、ちょっと消えそうなんですけど、どうにかしてくれませんかみたいな。絵馬ですね。なんか古めかしい札、看板、なんか重たい感じですね。私はあなたに映さない。なんかさ、絵馬がたくさん飾られてますね。入学願いとかね。結構なんとか大学に合格できますようにとかね、第一志望に合格しますように、全国制覇、この辺りは雪積もってんですよね。ここは古い、商店街跡ではなくて、でも映画のセットとかに使われそうじゃない？山奥の旅館街みたいな感じで使えそうな風景だよね。でもそういえば、お寺じゃないけど、歩行動画で伏見なり紹介しましたね。あの時は夕方だったんですけど、郵便局あるの？へぇー。妙見山簡易郵便局。へぇー。この山の中に郵便局あるんだ。しかも結構立派だよね。郵便ポストもあるし。ちゃんと平日、休日、土曜も、収集してるんですね。ここで終わり？
戻り馬。何それ、なんか寂しそうですね。僕なんて所詮 馬だもんね。でもさ、馬のくせに赤い服着せられて贅沢ですね。ああ、馬の分際で。ああ、馬には服を着る資格があるんだろうか。まあ通行止めか。まあそんなわけで、今日は、妙見山やってきました。ヒーヒーだって。ありがとうございました。